法は正式名称62口径76ミリ直射砲といい、イタリアで開発されました。用途としましては、敵の航空機、ミサイルや水上目標を攻撃するのに使用されます。重さは7トン、小型コンパクトで比較的小さい船にも積むことができるようになっており、海上自衛隊で最も多く採用されております。 0.6 秒間に1発、1分で100発の弾丸を発射する、この射撃管制装置で行われており、今動いている砲の中に操作員はおりません。私たち隊員は海の上でいろいろな訓練を実施しますが、この76ミリ砲を